はい、よろしくお願いします。今回は数三の不定積分丸に三角関数編をお送りします。で、名前の通りね、三角関数の積分をやっていく感じで、で、ポイント含めて問題が7問ありますので、一回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部やっていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな？では、早速ね、まずポイントの方からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回ポイントね、入れるかちょっと迷ったんですが、まあまあ、このね、サインの微分と上、サインの積分とコサインの積分と、このサイン事乗分の1、コサイン事乗分の1はね、まず覚えなきゃいけないことなので、ポイントとしました。まずこいつらの積分やっていきましょう。で、まあ結論からいくとですね、微分と積分っていうのは前回もやったように、微分したものを積分すると戻るわけですよ。で、その関係がね、頭の中に入ってるとすごく覚えやすくって、サインを積分すると、マイナスコサインになります。マイナスコサイン。で、コサインを積分すると、サイン X。まあ、プラス C のね、積分定数はつけてありますが、それになると。で、結構ずっと微分をね、積分の前に微分を長く勉強してきてると、サイン X を微分すると、ずっとこうコサイン X になったじゃないですか。で、コサイン X を微分すると、サイン X じゃない、嘘。マイナスサインになりましたよね。だから、コサインをやると、マイナスがつく。その、符号が変わるっていう生活をずっと長くやってきたので、結構違和感があるんですよね。逆になっちゃうので。で、結構、意識をしないでやっていくと、ふとミスが出たりします。符号のミスが。なので、気をつけましょう。で、ちなみに、下ね、事乗分の1。ちょっとこっちからいきます。コサイン事乗分の1。で、自分の中では、積分っていうのは、コサインの方が主役ってイメージで思ってるの。どういうことかっていうと、これも、これ付き合わなくていいんだけど、本当は。俺が思ってるだけなんで、学生の時からね。コサイン事乗分の1、積分すると、タンジェント X になります。まあ、プラス C はくっつくけどね。で、こっち、サイン事乗分の1の方は、マイナスがついて、タンジェント X 分の1と、こうなります。で、何がコサインが主役かっていうと、自分の中でね、微分ずっとやってる時に、サインって微分しても符号変わらないじゃないですか。で、コサイン変わりますよね。なんか、その符号が変わらない方が主役のイメージなの、勝手に。で、今回そのコサインが主役に、ずっとサインが主役だったから、微分はね。で、コサインが主役になりますと。で、しかも、そのコサイン事乗分の1も、タンジェント分数とか符のマイナスもつかないわけ。シンプルに主役だから、そんなごちゃごちゃしたことはつかないと。タンジェント X になりますって覚え方をしてるだけで、俺はね、みんなに合わせる必要はないんだけど、で、こっちはコサインの方は、マイナスはつきません。で、サインの方がマイナスコサイン、そしてマイナスタンジェント X 分の1という風になりますので、まあ、もしね、上のこのサインとかコサイン、マイナスつくのつくの、つかないのどっちだっけみたいな、迷った時は、サイン X を微分してコサイン X って覚えておけば、コサイン X を積分すれば、サイン X に戻ります。だからこうなる。コサインを、積分したらサイン。こっちも、マイナスがくっついてるんで、このマイナスをこっちに持ってきちゃえば、サイン X を積分すればマイナスコサインだよねっていう思い出し方はできますので、いい。で、下の、問題の時にも使うんですけど、三角関数の積分っていうのは、二乗に非常に強いです。二乗でよく使う、こうやって。もちろんこっちはついてないですけど、二乗になると強いっていうのをちょっとイメージで持っておくと、いろんな問題で応用が効くと思いますので、イメージ持っておいてください。ではでは、いきましょう。5番ね。で、まずこいつ積分していきます。で、これはまあ積分インテグラルをね、ここ、4サインと、3コサインに分けると。一応丁寧に書いていくと、4もね、前に出しましょう。4前に出して、sinxdx。マイナス 3を出します。で、インテグラル、cosxdx。インテグラルはね、こうやって分けることができますと。で、インテグラルサイン。ここね、サインを積分すると、マイナスコサインだから、マイナス、で、4がもともといるからね。コサイン、X。で、こいつ、コサイン X を積分すると、サインになりますんで、マイナス3、サイン、X。忘れずに積分定数。書いて、これで終了です。まぁ、ちょっと C は積分定数はね、ちょっと置いておくとかね、ちょっと省略します。では、6番行きましょう。で、まぁ、この形もよく見ますね。見た感じ、ってちょっと一瞬思うんですけど、
分母がコサイン2乗になってる時点で、もうこれがどっかで使うことはもう目に見えてますと。これがあるからね。これは非常に使いやすい。2乗になってると。なので、まずこれ変形というかちょっと整理します。この形。まあ前もね、説明しましたけど、5分の x プラス3っていうのは、項と項に分けれますよね。5分の x プラス5分の3と分けることができる。そのイメージでやっていくと、コサイン2乗分のコサイン3乗。つまり、左側は、コサイン x になりますね。約分すると。で、右側は、プラスインテグラル、ちょっと消しましょうか。コサイン2乗分の5。事乗 x 分の5、dx と。こうなります。で、うわ、これ嫌だなって一瞬思うんだけど、いや、公式使えんじゃんっていう話なので、cos x、積分するとここですね。3x になります。3x。で、cos 事乗分の1、これ書き直すと、無理やりね、書き直すと、5が前に出てくるって考えればいいから、cos 事乗分の1はタンジェント x と。だから、プラス5。タンジェント x プラス c と。これで終了となります。まあ、こんな感じで分けてください。で、ラストですね。もうこれ非常に有名です。タンジェント事乗 x 分の1。もしくはタンジェント事乗 x の積分もよく出てくるんですが、これはですね、公式にあるようにタンジェントはそのままいけません。ね、このまま攻めることができない。公式がないんでね。まあ、タンジェント事乗 x とか、タンジェント事乗は覚えちゃっても構わないんですけど、まあ、ひとまず、公式がないので、導いていきましょうと。で、何を使うかっていうと、復習ですね。復習なので、こっちに書こうか。以前やりました、タンジェント x っていうのは、コサイン分のサインですよね。これを使っていきます。これを使っていく。で、あれね、今、タンジェント、もしタンジェント分の1だったら、コサイン分のサイン分の1、まあ、分数分の1になってるんで、結局逆数にひっくり返るから、これサイン分のコサインなんだよね。こうなるわけ。タンジェント分の1っていうのは。で、それが今2乗になってるから、つまりこれも両方2乗になると。だからサイン2乗分の1、あ、ごめん、サイン2乗 x 分のコサイン2乗 x になります。で、そう変形するの。サインとコサインで攻めたいからね、公式使うために。つまり、今やったように、サイン事乗 x 分の、コサイン事乗になるんですが、ここでもう一個復習です。黒。コサイン事乗 x、これがですね、1マイナス、サイン事乗 x、これも公式やりました。まあ、一番やったのは、サイン事乗 x プラスコサイン事乗。サイン事乗とコサイン事乗足すとイコール1ですよね。それの変形バージョンです。で、これを使います。それをここに入れるんです。もともとコサイン事乗だったので、ここが1マイナスサイン事乗 x。こう変形できます。今やったことは、タンジェント x がコサイン分のサインということを使って、まあ、逆数になりますけどね。サイン事乗分のコサイン事乗に変形しました。そっから、コサイン事乗の方を変えるんです。なんでこっちを変えるかっていうと、サイン事乗分の1は公式で使えるの分かってるから。だから下は取っておく。上を変形する。で、そうすると、これね、またさっきと同じです。左側と右側。左側と右側に変形できるから、インテグラル、サイン事乗 x 分の1、dx、マイナス、これね、マイナス、サイン事乗分のサイン事乗になってるので、まあ、書くとこうね、1だね。まあ、無理やり書きましたけど、1dx と。で、こうなって、サイン事乗分の1はあります。ここにね。マイナス、タンジェント、事乗つかない。タンジェント、x 分の1。で、1を、積分すると、x が出てきますので、マイナス、x、そして、プラス c。これで、終了となります。まあ、どれもね、非常に有名なんですが、まあ、自分が、先生だったとしても、学校のね、先生だとしても、これは絶対出すね、定期テスト。どっちか。単純と事乗 x だったら、これがそのまま、その逆数にならないバージョン。ここはコサイン事乗分のサイン事乗になるので、分子、上ね、上のサイン事乗をこれを使って変形する。変形すると同じように、まあ、答えは違いますけど、
求めることができますので、ぜひね、この辺覚えておいてください。まあ、三角関数はね、最初にも話しましたけど、二乗に非常に強いものになりますので、まあ、そこを意識しながらいろんな問題ぜひ解いてみてください。では、今回はね、数三の不定積分、丸二三角関数編をお送りしました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。